こちら、葛飾区亀,亀有公園前派出所。こちら、葛飾区亀有公園前派出所。こちら、葛飾区亀有公園前は出所は、秋元治による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにおいて1976年から2016年まで連載された。通称は、こち亀。亀有公園前派出所に勤務する警察官の両津刊吉を主人公とし、 その同僚や周辺の人物が繰り広げるギャグ漫画。劇画に近い比較的リアルな絵柄、特に連載開始当初を用いたギャグ漫画としては先駆的な作品である。基本的に一話完結だが、複数話にまたぐことも時々ある。連載初期こそ警察官として型破りな両津とその仲間たちの仕事風景が話の中心だったが、次第に作者、 秋元治の趣味や主張、思想などが大きく、全面に押し出されていき、うんちくの多いマニアックな話や流行、時事問題を皮肉るような話、人情的な感動話に加えギャグが一切ない、シリアスなエピソードも描かれるようになった。連載が軌道に乗った中期以降も、世間の流行、主にサブカルチャーを積極的に題材として取り入れ、緻密な取材とそれを活用する。 構成力、背景にまで、細やかに気遣う、丹年者、基地にとむせリふ回しや、実験的なアイデアを特徴とした。1976年、昭和51年6月22日発売の、週刊少年ジャンプ29号に、4月期の月齢ヤングジャンプ賞入選作品の読み切りとして、掲載された後、 1976年42号から2016年42号まで一度の救済もなくブラジされ、コミックスの発行関数が多い単一漫画シリーズでギネス世界記録を保持。週刊少年ジャンプの歴代連載作品の中で最長の連載記録であり、少年史の最長連載記録である。ジャンプ黄金期と言われる1980年代において、数多くのヒット作が連載される中、 人気が最上位になることはないが、打ち切りが検討されることもないという安定した人気を保っていた。コミックスの発行部数は累計1億5650万部。2001年に第30回日本漫画家協会賞大賞を、2004年に第50回小学館漫画賞審査員特別賞を受賞。2006年に連載30周年を迎え、 週刊少年ジャンプ史上で、こち亀30周年企画が行われた。2016年に連載40周年を迎え、それを記念した、こち亀40周年企画が行われた。40年の週刊連載で、歴代担当は13人になる。様々なメディア展開もされている、後日を参照。週刊少年ジャンプ以外の漫画雑誌では、 リボン1999年2月号付録に、こち亀特別編が掲載された。その後、コメデス2に収録されたほか、2011年には、連載35周年特別企画として、同年8月から10月にかけて集営者の漫画雑誌13誌、リボン、マーガレット、別冊マーガレット、コーラス、ビジネスジャンプ、スーパージャンプ、ウルトラジャンプ、V ジャンプ、ヤングジャンプ、U。ユー ジャンプスクエア、ザ・マーガレット、クッキーに、コチカメ出張版が掲載された。その後、コミックス第999巻に収録された。さらに、2011年11月28日から12月2日までの5日間、読売新聞長官スポーツ面に、広告扱いの4コマ漫画、えコチカメが4コマ漫画に挑戦秋元本人が執筆が掲載された。 2016年9月3日に神田明神で行われた5日目連載40周年記念絵巻放浪式後の記者会見にて9月17日発売の週刊少年ジャンプ2016年42号をもって連載を完結同日発売のコミックス第200巻で最終巻とすることが発表された同日から予約開始になった単行本は芝叩く間に売れ 予約開始の一週間後には、セブンネットショッピングなどごく一部を除き、予約終わりという異例の事態となった。連載終了について体調面や執筆についての問題は、特になく区切りの良い時点で、こち亀を終了させ、新たな作品に取り組みたいという秋元の意向によるものと報じれた。週刊少年ジャンプで最終話に単独表紙と関東カラーを同時に飾った作品は、 スラムダンクに次いで、市場に作目。あの不真面目でいい加減な量産が40年間休まず、勤務したので、この辺で、有給休暇を与え、休ませてあげようと思いますと秋元が、紙面にコメントを寄せた。最終話は同日発売のコミックス第200巻に、同時掲載され、途中までは同じだが、オチの展開が雑誌とコミックスとでは異なるという演出、劇中の量を追惑。 両方交わせるいやらしい商法がなされた。それから2016年の年末にかけて、連載終了に関連した様々な企画、イベントが模様された。詳しくは、こち亀40周年企画を参照。なお、一度コミックス第69巻、量産メモリアルの中で、偽最終回が描かれたことがあった。これに関して、コミックス第70巻の、備えあれば、ういなし の巻中で、男の読者は笑っていたが、女の子からは、泣いたという手紙がいっぱい来てしまったと両津が語っている。連載終了から1年となる2017年42号に、新作読み切りと、秋元が他詞で不定期連載している、ブラックタイガーの単行本発売を記念したコラボ漫画が掲載された。また、2018年には、腕時計の発売も決定しているほか、 週刊少年ジャンプ総監50周年の記念号となる2018年33号に2度目の新作読み切りが掲載された。以下の5人は個別記事を参照。亀有公園前発出所という題名に関して、秋元は長い題名をつけたら審査員が目を引くかなと思って。でも、いざやってみたらあんまり意味なかったですねと語っている。また、 映画、男はつらいよの山田洋次監督との対談の中で、男はつらいよのおかげで、葛飾区が全国的に広まっていましたから、亀有は知らなくても葛飾区はみんな知っているだろうと思うんですね。それで、長いタイトルになってしまったとも述べている。もともと、アメリカ映画のポリスアクションに憧れていた秋元は、この要素を取り入れ、身近な発出所を舞台としてこの漫画を執筆したのだと。 いう。略称の、こち亀は、下町奮戦期の刊末に作者が、これからは、こち亀と略してくださいとコメントをしたことで、公式の略称となった。コミックスでは、第18巻の刊末コメントで、林や新大らが、こち亀と呼んでいるのが最初である。最初期には、発出書と略されたことがある。主な舞台は、亀有公園全破出所がある。 東京都葛飾区亀有地区、両津の実家がある、東京都台東区浅草を中心とした下町、東京23区東部。ただし、話の展開によっては、日本国内は元より全世界、宇宙、天国、地獄、過去、未来などを縦横無尽に駆け巡る。単行本、ジャンプコミックスには、主に、週刊少年ジャンプに掲載された話が収録されている。 ただしすべて連載順に収録されているわけではなく、初版の事情により収録順が差し替わるか時間に持ち越され、あるいは表現の問題等から内容が差し替えられたり、収録されなかった話もある。また、週刊少年ジャンプ掲載時から一切変更されることなく収録された話でも、後年表現の問題からサブタイトルやセリフ、ポスターに書かれた文字などが変更されたり、 他の話と差し替えられたものもある。コミックスは日本語版だけでなく、中国語版や韓国語版も出ている。中国語でのタイトルは、はちゃめちゃな発出書であり、韓国語でのタイトルは、ここはうまくいく発出書。コミックス第1巻から第190巻までの収録話数は8から10本だが、 コミックス第191巻から第199巻まではリニューアルとして収録話数が14から17本にボリュームアップした。コミックス第200巻は収録話数が21本となった。リストが膨大であるため伸縮型のメニューとして表示、メディアミックスも盛んで1977年に初の実写映画化、1985年に ジャンプスペシャルアニメ大更新イベントでアニメ映画化された。1996年6月にフジテレビにてテレビアニメ化され、高視聴率も獲得し、一定の成功を収めた。1997年には、プレイステーションとセガサターンにてテレビゲームが発売。1999年と2001年、2003年、2006年に舞台版を公演。 1999年と2003年にはテレビアニメ版をもとにアニメ映画が上映された。2004年12月にレギュラー放送が終了するも2008年まで不定期で特別番組が放送された。2009年8月1日より TBS 土曜8時枠の連続ドラマにて香取慎吾主演で連続ドラマ化実写化され、2011年には劇場版が上映された。 2016年の連載終了の翌日に、こちら、葛飾区亀有公園全派出所ザファイナル両津、漢吉最後の日を放送し原作同様にアニメも終了させた。1978年に、ビクター音楽産業、現、JVC ケンウッドビクターエンタテインメントから発売した LP レコード、スーパーサウンドコミックス、少年ジャンプでは、長井一郎が両津役で、 イメージソング、リーゼントに、銀の串を歌っている。1979年にテレビ朝日系のバラエティ番組、大正週刊漫画ゲラゲラ45の1コーナーで、スタジオコント劇が放送された。両津勘吉は、角川博中川慶一は、丹次郎、大原大次郎は、山本里一、秋元玲子は、秋瞳が演じた。1980年には、宇宙怪獣、 カメラの作中で、週刊少年ジャンプ1980年7号に、掲載の、亀型人、野巻、コミックス18巻に、収録が紹介され、亀有公演全派出所が登場し、両津によく似た、警察官、縁、桂コマスが登場する。2008年10月に、ポッカコーヒーとのコラボレーションが、実施され、2012年の、サントリー、 家ンご飯が美味しいお茶のテレビコマーシャルでテレビアニメのシーンが使われた。葛飾伊勢屋では量産ドラ焼き、量産サブレなど関連商品数種を売りしている。1980年にマスダヤコーポレーションより発売された LSI ゲームレイスンカーチェイスの CM が初のアニメ家であるリョーツと大原部長が出演。1985年には 週刊少年ジャンプのイベント用として短編作品2本が制作された。1996年から両通訳にラサール石井を起用したテレビアニメが制作され、フジテレビ系にて1996年6月16日から2004年12月19日まで放送された全373話。その間にテレビアニメのスタッフにより劇場版が2本制作された。 その後、2005年から2008年まで不定期で放送され、2016年も連載40周年を記念してテレビスペシャルが放送された。さらに、2017年の FNS27 時間テレビ内で、両津をはじめとしたキャラクターが歴史上の人物に紛する形で、日本史にちなんだ1話3分程度の特別編が数回放送された。TBS 系列で、 ドラマ化され、2009年8月1日から9月26日まで、毎週土曜日19時56分20時54分 JST に放送された。両通訳には、香取慎吾が採用された。2009年のテレビドラマ版をベースにした、劇場版についてはこちら、葛飾区亀有公園前発出所、テレビドラマ、劇場版を参照。 1977年12月24日に実写版映画が東映系で公開。監督は山口和彦。脚本は鴨井達彦。平映作品はトラック野郎、男一匹桃次郎。上映時間は80分。当初この枠は清水健太郎主演で紅の翼の制作を決定していたボクサー。1977年の映画影響。 地上で制作中止になったため本作が急ぎ制作された。また同じ年に本作より先に東京映画企画東方配給で映画化が予定され、小谷嗣信監督、高橋二十三脚本、両通訳は山城慎吾で1977年3月にシナハンも終え、1977年4月クランクイン予定であったが、 俺の空の不審の影響で制作されず、私のできなかったことを実現した山口和彦監督のこちら、葛飾区亀有公園前発出所が困難な条件の中で頑張った監督の証として印象に残ると小谷が話していることから映画化圏の変更も東方東映の間で円満に行われたものと見られる。公開当時は原作に、 レイコやホンダが登場する前であったため、彼女などは登場しない。また、当時の原作では、両津は、名字だけのキャラクターだったため、平吉というオリジナルの名前が与えられたか、とつか、寺井の名前が原作とは違う。G メン75のメンバーが特別出演した。配給収入は12億260万円を記録した。ビデオソフトは、一般家庭に、 ビデオが普及する前の1981年頃に、東映芸能ビデから4万9000円で、VHS が発売されたことがあるのみで、その後一切再発売されていない。当時の岡田茂東映社長は、シリーズ化を予定していたとされるが、この映画の出来栄えについては、原作者の秋元が不満を持ったとも伝えられている。主題歌は、亀有公園前発出書以上なし。 スタコラスタコラの二曲で、二曲共に作詞、作曲、ところジョージ、編曲、松井田田歌、ジョージいがイ,イホ異ジ人。テレビアニメで、両津の声を担当した、ラサール石井が主演で、脚本、演出も担当している。テレビアニメの主題歌として使われた、おいでよ、亀有、亀有は、昨日も晴れだったわもともとこの舞台版の主歌であった。この、 亀有、亀有は、昨日も晴れだったなど、舞台の中で出演者たちが歌った曲には、両津勘吉と、コチ亀ウィン合唱団、斉藤霊と、コチ亀ウィン合唱団といった儀が使われているが、正式名称は、コチ亀ウィン少年合唱団である。1999年版は1999年7月14日から8月15日の、期間、銀座、亀有、神戸、 大阪、滋賀の5つの劇場で公演された。また、2001年7月27日から9月2日の期間に、亀有、大阪、名古屋、静岡、浜松、銀座の6つの劇場で再公演された。2003年版は2003年8月6日から8月30日の期間、銀座、土浦、富山、大阪、名古屋の5つの劇場で公演された。 公演時のタイトルは、こちら、葛飾亀有公演前発出所海パンケージの逆襲、レモンモデルじゃ。2006年版は2006年8月3日から8月13日の期間、新宿全同祭ホールスペースゼロにて上演。公演時のタイトルは、こちら、葛飾亀有公演前発出所30周年だよ。美味しいとこどりスペシャル。この2006年版は、 富士テレビ721でテレビ放送もされた。2016年版は東京で2016年9月9日から9月19日まで、大阪で9月23日から9月25日までの期間で上映。主演のラサールイシーは脚本も担当。1997年7月24日にプレイステーション用ゲームソフト、こちら。 葛飾区亀有公園前発出所、ハイテクビル振興阻止作戦。野巻、同年8月29日に、セガサ単位用ゲームソフト、こちら、葛飾区亀有公園全派出所中川ランド、大レース。野巻がバンダイ、後のバンダイナムコゲームスより発売された。どちらもキャラクターデザイン及びキャストは、テレビアニメに準じたものとなっている。二0 1年六月十七日には、 ニンテンドー DS 用ゲームソフト。こちら、葛飾区亀有公講演全波出所勝てば天国。負ければ地獄。両流一角千金大作戦。が、バンダイナムコゲームスより発売された。こちらもキャラクターデザインは、テレビアニメに準じたものとなっている。また、バンダイより発売された、ファミリーコンピュータ用ソフト、ファミコンジャンプ英雄列伝。1989年と、 ファミコンジャンプ E 最強の7人、1991年、ニンテンドーより発売された、ニンテンドー DS 用ソフト、ジャンプスーパースターズ、2005年、ジャンプアルティメットスターズ、2006年、バンダイナムコゲームスより発売された、プラステン3、PS t タ用ソフト、J スターズビクトリーバーサス、2014年にもそれぞれ登場した。一般社会にも影響を与え、 浅草神社には、生まれも育ちも、浅草の量産にちなんで、炭鉱本草発行部数1億3 0 0 0 0 0札突破記念の石碑が建立されている。また、JR 亀有駅北口には、地元の商店街により、制服姿の両津の銅像が建てられ、2006年2月11日、作者の秋元、ラサール石井が出席して、除幕式が行われた。 さらに南口にも、ハッピ姿の両津の銅像が建てられ、2006年11月18日に、除幕式が行われた。2006年3月3日には、有りを亀有内うちにこち亀ゲームパークがオープンした。2008年11月8日には、両津漢吉の少年時代をかたどった、少年両山像の除幕式が行われ、当時の麻生太郎内閣総理大臣も出席している。 2010年3月13日には、敬礼量産像、サンバ量産像、ダブルピース量産像、少年よ、あの星を目指せ、量産像、和母量産像、中川像、麗子像、ホンダ像の K 発体の除幕式が行われた。その後、2011年8月6日には、映画公開と連載35周年を記念して、ベンチに座ったスタイルの新しい量津像が、 公開された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。